トップを快走中。さあクラッシュルールはこちらになっております。パンチ蹴りに特化したアグレッシブなクラッシュ。さて解説は格闘技ライターの中村拓海さん、そして小比類巻貴之選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さん、早くも視察戦繰り広げられていますね。そうですね、まあ、あのリーグ戦におけるこう立場は、まあ、1位と最下位と違うんですけど、やっぱりこの試合にかける2人の意気込みがここに現れているような気がしますね。いや、小比類巻選手、この雰囲気いいですね。そうですね、寺崎選手はこの山崎選手に勝つには、はい、距離をまず埋めなきゃならないんですよ、はい、なので1ラウンド目がすごく大事になりますね。さあここです、まずグローブを合わせて、パンチが得意な山崎は蹴りから入った、そして右左、あっという間にダウンを奪った。寺崎なんとか立ち上がっていますが、ちょっと足元がふらついているか。これは驚かされました。蹴りに左を合わせる、問答無用、鮮やか山崎秀明。さあそしてマイクです、山崎。